医師会ソウルキング、お前はサンジじゃなく、そんなに石の写しが欲しいのかい？サンジさんはね、優しいんです。だから私、彼はもう帰ってこないと思った。お前たちがどんな罠を仕掛けたか知らないが、彼は度を超えて優しいから、誰かのために犠牲になると決めたらもう動かない。かたや我が船長は自分の思いを信じ抜き突き進む男。その決着は若き二人が決めること。そうかい。じゃあお前、やることなくて石を狙ったのかい？最悪の結果、サンジさんが戻らないと決断したとき、彼が自分を責めないように、私たちはこの旅で大きなものを得たと言えるように。いただきます、ロードポーネグリフ。お前の最悪は随分程度が低いね。サンジが戻らない、それが最悪？違うだろう。誰一人死なねえのかい？みんな死ぬかもしれない。死ぬことを計画に入れるバカがどこにいますか、お嬢さん。